ちは、編集長です。何やらトライバルから電話が来て、ものすごいものができたということで、ちょっと今から様子見に行きたいと思います。レッツゴー。あれどうすか。おっとびっくりびっくりだぜ。できましたか。ああ、なんとかいいとこまで行きましたよ。まあ今本当はまあ、エンジンできたって言ったんだけど、まだ本当は鳴らしして、したくて、まあ、やってたんだけど、ちょっと思わず我慢できなくて、まあ、ちょっと回してみたら、思いのほうがなんかいい加速するんで、はあはあ、これちょっと一回剥がってみちゃおうかなと思って、でお宅を呼んだわけですよ。ああそういうことですね。だって今一発、まあ本当に今完全に爪ではいないので、はい、本当は山梨県まで鳴らしのつもりで、あんまりこうブーストかけずにこう乗っていこうと思ったんですけど、なんかもうここまで行ったんで、せっかくなんでちょっと軽く剥がって、はい、ぐらいこう馬力出るのが、はいはい、やってみようかなと思って今、そういうことですね、呼んでみましたよ、はい、じゃあなんでちょっと今回は測るっていうことで、デモカーの渾身の力作、ちょっとまずじゃあエンジンルームの方から説明して、はい、いっちゃいますか。ちょっと見ますか。じゃあちょっと一回エンジン止めますね、はい。なんかこれジムニーの、うん、一応エンジンなんだけど、ま、構想から約半年ぐらいかな、うん、まずやりたかったその1、はい、まずデンスロ、まあデンスロこの前もやったんだけども、まずデンスロにしたいなと。その2、インマニ、インマニサージタンクどころか本当にインマニ、本当に使って純正をちょっと使わせてもらったのがフランジのみという、そこから全部あと一からつなげて今にを作ったっていう、まあ溶石もなるべく取るようにして、まあ、でも今回インマニの長さが短いんで、かなりこうセッティングもバルブタイミングのセッティングもシビアになるとは思ったんですけど、はい、案の定シビアで、あ、まあ、まあ今とりあえずは今なんとかアイドリングと低速も効いてるかなっていう段階、はい、でまあやりたかったその3、まあ、今後多分流行るであろうというか流行った方がいいんじゃないのかなって思うぐらいの、タービンで、これ、現行のスイフトスポーツ 1400cc ターボのですね、純正のターボを流用するっていう、サイズ的にも非常に軽のハイフローターボに近い、まあ、少し多分容量は大きいかもしれないんですけど、かなりハイフローとしては多分近いし、まあ、当然設計も新しい時代のものなので、そんなこう大きいからといって下が思いっきりなくなるわけじゃないんじゃないかなっていうので、まあ、ちょっとやってみたいと、はいはい、まだやってる感他でちょっとやってる感じもなかったんで、まあ、ちょっとここはパイオニアになろうかなと思い、で今、ちょっとまだつけてないんですけど、この前にオフロードレースで使ってたフロアを今ここに設置してですね、でここにダクトをつけて、ここにダクトを置くと、で雪温が高くなった時に勝手にこのブロアのファンがフェンダーの外に、まあ、貫通させてダクト でここの空気の熱気を外に逃がすという設計に今、そういう、まあ、こういうのもやっぱり真空一周で専用できるので、
その吸気音が何度に達したら、はいはいはい、このモーターが回るっていう風な設定とかもいろいろできるので、今、まあ、これからですね、レース前はこれを設置してさらに吸気温度下げていきたいなと感じでそれで今回ですね、僕もエンジン作る時間も実はなくて、はい、少し悩んでたんですけど、そしたら関東の方から仕事としてのオファーが最初あったんですけど、まあ、そこに一応私の今までのレース実績とかそういうのをですね伝えて、 PRE ワークスさんっていう PRE 関東っていうエンジンのみのリビルト、エンジンを作ってる会社がありまして、そこも非常に精度の高いリビルトエンジンを作ってる会社なんですけど、うん、まあ、そこにですね一応、まあ、レースエンジンをこっちの要望も含めて作ってくれるということで、はい、今回は ERE ワークスさんにですねエンジンの方を作ってもらって、まあ、あとは調整に関しては、まあ、こっちの方でやってですね、今回これで今シーズンは戦っていこうかなと。まあ、当然ハイカムの方も入ってます、うん、でその BRE 関東さんでその押してる UMAC 処理っていうのが中に表面処理みたいなのがですね、はい、されてるんで、それに、フォレストエンジニアリングさんっていうところで出してる K6A のハイリフトカムですね、ハイカムって言われてるそのカム、264度、吸気も排気も264度ので、両方スプロケットが調整式になっているので、チューナーにしてみると非常に自由度が高くて、幅も持って特にいい商品だなと思います。まあ、この組み合わせで今やったんですけど、どのぐらいパワーが、まあ、軽い状態で、はい、今回ですね一応測るのが 1.2 キロまで、はい、一応マックス 1.2 キロでどれぐらい馬力が出るのか、まあ、理想は本当に 1.2 キロで120っていうのが、当然かけたキロ数の分馬力出るのが非常に理想なんですけど、まあ、それ以上出てくれるんじゃないかなと乗った感じだと、体感でいくと本当に140-150馬力出てるんじゃないかなってちょっと思うぐらい加速するんで、乗ってほしいぐらい、ちょっとこれ自分でここまでなるとも思ってなかったんで。ブーストは今後も 1.2 のまま、いや一応マックスで 1.7 を予定して、はあ、1.7 で、うん、でまあ 1.7 で180馬力とか90馬力で、まあ多分 660cc で160とか70で出れば十分じゃないかなっていう、うん、まあむしろエンジンもだねえかなっていう、感じもあるかもしれないですけど、まあそこはちょっとマージン取りながら、はい、いつも 1.7 で走るわけじゃないんで。マフラーも測定用のマフラーですもんね、これ。うん、今回はちょっとうるせえのが非常に困るんで、はい、鳴らしもあって、はい、まあ、ちょっとハイブリッジファーストさんのジェントルマフラーでしたっけ、はい、42.7倍 の、 静かなマフラーをですね、つけさせてもらって、で、まあ、本ちゃんというか、本番はですね、これも当然、うちでワンフで、作ってある。チタン。まあ、以前、うん、チタンの非常に軽い。軽そう。チタン、うん、めちゃめちゃ軽い。多分ステンレスの約半分ぐらいの重量ですね。まあ、これも実は前回まで、去年までか、先シーズンまで工藤浩一選手が使ってたやつが、はいはい、まあ、今回工藤浩一選手が仕様変更したということで、まあ、これ一応今回私が使わせてもらって、まあ、これ本番をこれで。まあ、音量もちょっと抑える方向で、もしかするとサイレンサー入るかもしれないんですけど、はいはい、で使っていこうかなと思ってます。なので今回はちょっと測定用のマフラーでどれぐらいこの馬力出るのか、はい、いざ測ってみましょう。
測定に入ったと思います。はい。ああ、怖いな。とりあえず終わりました。で、結果なんですけど、まあ予想通りというか、本当にエンジンの特性がそのまま出る感じもあるんですけど、はい、結果、修正馬力で153馬力 1.2 キロで153馬力で、トルクが 15.8、まあ、これ多分下のここのトルクがもうちょっと多分もうちょっとバルブタイミング変更して低速もちょっと効くようにバランス取ってくれば、馬力少し落ちでもいいからもうちょっとここ欲しいかな、下が欲しいかなっていうの競技とかにかなっていう、まあダートとかちょっとね国会系でバン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 走る分になったらこれで全然乗れるかと思うんですけど、まあそれにしてもちょっとよくできすぎだからそうです150はないよね。まあ正直多分 1.5 かけてるんだったら分かるんだけど、うん、乗った感じでまあ、うん、なんか行きそうな雰囲気はあったっすよね、うん、明らかに今までにない加速というかそうそうそう、これなんかあるなっていう、うん、しかもこのグラフから見る通り、一応これ完全にこの辺でレブでこう落ち出るだけで、これレブかもうちょっと上で上げていってもまだ多分回りきっていくのかな、馬力がっていう、もう完全に高回転型エンジンみたいな状態なんで、少しこれを低速の方にまあ持ってくるようなセッティングで今後こうご期待っていう感じかな、はいはい、これは富士ヒル、まあ、あの鳴らし終わって、はい、から戻ってきてからの仕事ということで、まあ、今回は軽く回したら 1.2 キロのブーストなのに150馬力超えだという珍百景が見れたということで、まあ、まあこっからもっとってことですよね。もっとっていう、まあいろんな意味でバランスとってもちょっと乗りやすくっていう部分で、そういうことか、うん、馬力だけ求めていけばいくらでもいけるんだけど、まあまあまあ、やっぱそこの乗りやすさもやっぱりうちの方では取り入れたいので、はいはい、そこをうまくこうやって今年の JOR と JSTC に挑みたいなと思います。これは楽しみだ、これまあもう少し完成の域に達したら、まあデモカーですんで、はい、お店の方に来て試乗も OK ですし、これはぜひ乗ってほしいですね。レース会場での試乗も全然 OK なので、はい、その時に壊れたからといってお客さんのせいではないので、はい、たまたま壊れるタイミングにお客さんが乗ったんだっていうだけなので、はいはい、まあ気にせず試乗の方をしに来てみてください、はい、まあ、こんな今回はですね、今回の動画はこのぐらいにして、まあ、例えばこういう何使ってるんですかとか、まあ、そんなのはコメントで全然もらってもいいですし、いろんなちょっとした技術面でもインスタの DM の方でも全然受付しますのでよろしくお願いします。まあ、今回はトライバルのエンジンチューニングの自慢動画でした一番大事なのはエンジンより足回りですから、自分にはそれが本当です。やっておきながら、やっておきながらまあ一応これパフォーマンスとして今回はやっただけであってはいはい、はい、最終的にエンジンいくらバリやっても路面にと、はいはい、どれだけ伝えるかっていうのはやっぱ足回りが肝なので、はい、ではそれそういう考えですので、はい、まあ、あくまでも今回は一応エンジンが
どこまでいいのでいるかっていう検証でしかないということで、よろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。今回の動画がですねすごいなとかいいなと思った方はグッドボタン高評価の方よろしくお願いします。そしてまだまだこのこういう車とかですね、実はサーキット用に1台買ったのもあるんで、そちらの紹介も今後していきたいなと思います。もっとこの先もですね見ていきたいなという方はチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたお会いしましょう。さよなら。